皆さんこんにちは、こんばんは、のもとくです。パープロ2022ペナントじゃなくて栄冠9実況をやっていきたいと思います。さあ続きからいきましょう。今回は夏です、甲子園です、優勝します、いきましょう。さあみんな疲れてる、そんなの関係ない、いきます。さあ前回放送は無事に甲子園出場することができました。果たして優勝することができるんでしょうか。というか今回ね、無敗で3年間ぐらい行きたいですね、正直言うと。だからまあ目標として無敗で行きましょう。ちょっとまあ連勝記録ね、どこまで続けていけるかなみたいな感じでやっていこうかなと思います。はい。でオーダー的にもね、非常にやっぱりねバッティングいいメンバー揃ってるんでね、楽しみです。うん、まあ1年生とかでね育成はあんまり進んでませんけど、もうとにかくまあ、浜田もね決して強くはないけどね、頑張ってるんで。でそうだな、松坂とかね、これが2番手って言われるとちょっとしんどいな、やばいねやばいね。でもねこうしてみるとほんとやばいね。はい、さあ果たしてどうなっていくんでしょうか、いきましょう。じゃあちょっとまあでもあれかな、シャワー浴びさせる、いきます。おグスマンから、グスマンの親御さんから、おおいいね。中部日本11年連続11回目の甲子園、こうしたか夏11連覇なるかね、しょうもないね。なんかこうしてみるとなんか信じられないようなこと書いてますね、これ改めて書いて。これなんかあれかな、999連覇とかなるのかな、そのうちこれ何桁まで入るんでしょうね。これどうなんだろう、中部日本823連覇なるかとかあるのかな。中部日本ねえ、中部日本893年連続893回目の甲子園切符つかむとかなるのかな。でもう現時点でも結構文字潰れてるけど、これだからあれじゃないか、多分めちゃくちゃなんか細くなるんじゃないかな、これ中部日本とかね、ちょっと分かりませんけどね。えわあ、もう全然もう色あせてるわ。井村新井、はい、さあ行きましょうか。さあこっからだけど頑張っていきましょうか。次どうかな、次 B ですね、頑張っていきましょうか。行きます、いざ。おー、今回はとにかく甲子園制覇目指していきますけど、まあこれはあれかな、これはでもゲレーロでいいですかね、はい。さあゲレーロでいきますけど、先発浜田でゲレーロですから、4番ゲレーロ見てましょう。であれか、相手が相手なんで結構強いんで、アリエル2番でしょうか。あ違う、ネオ、あでもいいか、ネオ5番でいこう、ネオ5番でいこう。でグスマン、デラロサ、まあデラロサちょっとあれかな、あんまり調子、いやでもあれか、ここちょっとあれか、タイロンツ行こう。でタイロンツもねしっかり育成していきます。はい、でいきましょう。こんな感じのメンバーでいざ勝ちます。一丸となっていただきを目指します。大会5日目甲子園大会2回戦第2試合の模様をお届けいたします。一塁側北北海道代表強豪帯広、三塁側愛知代表名門チューリップ組、スタンドは満員のお客さんで埋まっています。ご覧のスターティングオーダー、機動力の高いチームに来た。まあ相手としては2回チューリップ組攻撃に入ります。別にそんなにって感じ。ゲレール、あークイックF、OK、クイックFという表記を見た瞬間に、ただ肩が強いな、どうだろう、ちょっと難しいな、肩強いんだから話は別かな。まあさあゲレロ目覚めろ、はい。いやまあクイックエフだけどどうかな、あこれはそう甲子園難しい、でも記録ヒット、そう甲子園難しいですからね。
さあまずは2点先制ですね。いいですね、早いね。ここはポリ、いや、エラボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあうちのピッチャーは良くない、ただしバッティングインでネオがホームラン打てます。いいね。でここは難しいところなんですけど、クイズ弱いな。いや盗塁行こう。キャッチャー二塁送球、間に合う、セーフ、二塁がセーフで数字変えて、どうだ、弱い、弱すぎ。いやヒッティングでいこう。これはいやーもうマジかよ。いやーもったいないな。アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表、ひどいな今のは。ダメだね今のはね。アリエル、これは送りバントという名のセーフティー。ピッチャーの左へ転がした、これは内野だ。いよいよ記録は、さあこうなればまず通り二塁セーフ、いいですね。チューリップ組大、さあ急遽ここ強行されていこう。来ていく、ナイスパッチ、よーしよしよし、やるじゃん。打球エグかったな。これネオアキラ、これもツーランですよ。ツーランコマンド、あーもったいない、どんまいどんまい。いやーやっぱ打線強いですね、さすが史上最強打線。さあバックスクリーンに転がせ、どんまいどんまい。いやまあある意味転がったから OK、バックスクリーン間違いなく転がったよ。中継三塁送球、チューリップ組この回4点目いいですね、ま、ここ1年生ちょっとヒッティングに打たせようか。お、初球打ち引っ張った、頑張れ1年生、ピッチャー足抜けた強いなマジで、打線いい、この破壊力。ここででも走ろう。ボールを三塁送った、二塁はセーフ、ランナーが悔しい思い、ここで殺せ。ボテボテの当たりはセカンドゴロ、グラマ弾いた、そして今拾い直した。セカンサードランナーちょっとひどいな今のは、今のは言ってもらわないと。さあ黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを、攻めが広いな。乗ったない乗ったない。内角ボールが回った、破ってった、レフトバックホーム、ホームイン、チューリップ組、ちょっと攻めが弱いな、もっと点取れる点取れる。初球打った、ピッチャー返し、抜けた、センターから。これもちょっともったいないですよね、シングルはもったいないかな。これだけ涼しいのに、石塚警戒なしちょっとなんか微妙かな。これピッチャー変えましょうか。いやでもさすがにまだ上がるか、イニング怖いか。来ました、高松取った、一塁送球、あーっと送球された記録はセカンドのエラー、セカンド、ね、ボール球打った、内野ゴロ、高松ボールを取った、スリーアウトチェンジ。まあいいけど、ここ難しいな、ブライトでしょ、これでも走らせるか。ボールを二塁へ送った、盗塁成功、ランナーが二塁に。これでも代打行こうか、代打バッターブライトに変わりまして、マイク・ガーバー、ピンチヒッターガーバー、頑張れガーバー、
強心臓を見せてくれ、竜を救ってくれ。マイクガバ、佐藤取ってアウト、3アウトチェンジ、すごいなガーバ。じゃあちょっとここは大西入れよう、大西入れて徐々に、こっからでもあれかな、松坂、いやこれでも山本行こう、はい、頑張れ頑張れ。二塁タッチはセーフ、だから打線で試合壊してピッチャーを1年生ピッチャーを投げさせる。引っ張った、抜けた、林三塁回った、帯広1点返しました。高瀬、まあまあ、タイムリーツーベースヒット、チューリップ組、まあね、なお頑張れ頑張れ。ナイスピッチ、ナイスピッチ。これで2アウト、ランナーありません。ここでピッチャー変えようか、ここで清水、山本、こんばんこんばんは。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。一塁タッチセーフ、来ました、一塁よー、ナイスピッチ、ナイスボールを掴んだ。うわー、何マジック、3アウトチェンジ。もうちょい思いやりいたばろうよ、ちょっと。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。パイロンツにちょっとこれあれか、でもダイソー石岡いっとくか。チューリップ組、キャッチャー右へ送球、盗塁成功、ランナーが一つ。何今サービスタートのジャンプ、これはいいバッティングを見せます。何のジャンプ、これはセーフ、2塁はセーフ。これまあでも清水にちょっとバッティングは期待しないかな。あーでもこれ変えるか、松坂もいるし変えるか、ここ1年生いってるか。頑張れ森岡、いい経験にしてくれ。これはお、ナイスナイスナイス、いいね1年生。これはいい経験になります。森岡タイムリーヒット、チューリップ組。お、これも内野安打あるぞ。一塁を、あーでもいいよ。チューリップ組、さらに1点追加、12回。着実に着実に。大西。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。立ってみるか。まあまあまあ、でここでまあ松坂入れます。で守備に関してもデラロサ入れようか、デラロサと、デラロサとドアラも入れようか、はい、はい、清水で次世代エース候補中立松坂いきます。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。世代というかまあそうね、もう次期エースだから完全に。頑張れ頑張れ。初球を打ちました、フラフラッと上がった、デラノサ落下点に入った、掴みました、あと一人バッターバスで、じゃあこれであれかな、これでもう最後連列されます。チューリップチューリップ、これでさあゲームセットにならない。抜けた、まあまあまあ、バッターはさあこれで、これでゲームセット、ゲームセット、ゲームセット、ゲームゲームセット、バッターゲームセット、ゲームセット、オッケー、試合終了、こんばんこんばん、チューリップ組二
2回戦を見事突破しました。夏の甲子園いいですね。いやまあでも本当になんかいいですね。打線はいいんで、は？そんなに下げるほどかな。打点稼いだりしてたのに。これでもそんなになんかそんなに下げるほどか？と思うんだよねこれ。そんなになんかすぐに下げるほどでもないと思うんだよなこれマジで。そんなにひどいかと言われて強くないと思うんだろう。わ、次強いな。いやー次強そうだな。強そうじゃなくて強いんだけど、まあこれはゲレールですかね。羽根子5番ネオでいいと思うんだろう。こういう感じにしてつきます。第1試合の模様をお届けいたします。一塁側長野代表強豪岡谷、三塁側愛知代表名門チューリップ組。熱戦が続く甲子園球場、スタンドは今日も満員です。あんま強くないな。いやまあ強いんだけど。お、きたー、ノーアウト満塁って意外と。ノーアウト満塁という場面でバッターは2年生金子千尋投手だ。チューリップ組いきなり先制のチャンスを迎えています。ノーアウト満塁って意外と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 。さあ趣向を研ぎ澄ませていきます。第9もうインコース来たな。第2球投げました。打ったい当たりだ。セカンドの左、セカンドフォーサーバーッと送球。まあ最高最高最高。チューリップ組まずは1点先制。十分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 マジで十分。あーでもノーアウト満塁1点か。あーちょしんどいな。点取り合いか。3回の表チューリップ組攻撃に入ります。トップバッターはゲレール。最初のバッターボックス痛烈な当たり抜けた。割とあれだな、もうピッチャーは信じてないからどうでもいいや。点取られるでしょうか。点取られることはもうどうでもいい。そのピッチャーにも期待してないし、ね、切れていきます。抑えれる能力してないから、ね、単純に星の数的に抑えれる数じゃないですから。ネオが打てばいいし、みんなが打てばいい。三振。ここも別に打たれてもいい。打たれてもいいよ。打たれてこい、打たれてこい。低め、さあ行きます。さあ持ち前の闘魂が力を発揮するか。打ちました。いったー。伸びていった。ライト見送った。落ちた。満員の甲子園球場が揺れています。ライトスタンドへ突き刺さった。行きました。さあゲレーロ2者連発以降。うーん出てない。黄色い線を背中に受けて。いやこれ誰で行こうか。誰で行こう。バッターデラロサに変わりましてマイクガーバー。代打はガーバー。
スリーアウトになります。7回の表が終わって、なんかこれもう最終回、ギュッてきた、1・2塁間ライナー破っていった、ゲレーロナイスバッティングで、バッターは3年生ネオ、今日はホームランを打っています。さあ投手やってるバッティングを見せてくれるか。いやー、何それ、何その シフト、アウト、スリーアウトチェンジ、フルヒットシフトか今、なんだ、残塁に終わりました。バッターは代打、まあ、これでもピッチャー変えましょう。さすがに浜田こう頑張れ頑張れ、5点差ぐらい守りきれよ、頼むぞ。チューリップ、怖いのは分かってるけど、これをやらなきゃいけない。引っ張った、しっかり一塁送球、アウト、内田いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。しっかりしっかり、山本行って次は清水、山本、さあラッキーボーイの本領は、ボテボテのアウト、清水取ってアウト、チューリップ、点差に余裕作って一連走投げさせる。で森岡入れて、森岡と大西と、まあ大量ついてますか。さあここはチューリップ、チューリップ、引っ張った、あれも変化球、はい、まあ無難にまとめましたね。これでもあの特訓踏みたいな、この特訓踏む、石岡シャオロン、これ山本行こうか、山本行ってなんか強いのつけれれば、これエースになれるよ。ジャイロボール面白いけど、これどうしようかな、ジャイロボール行ってみるか、ジャイロボール山本に行ってみるか、ついたら面白いことな、あ無理か、まあこういうのが決めてないのがちょっとしんどいですよね。次 C、 まあ C だと思ってないですけど、前回春の甲子園準優勝か、これでもちょっと冒険行ってみるか、松坂行ってみよう。これはこれは冒険させますよ、ちゃんとやります。さあ松坂頑張ってみろ、一回ちょっとこういうところで試さないと、相手は優勝校、準優勝校だけど、これでもちょっと頑張らないと、頼むぞ。熱戦が続く戦いもベスト8が出揃い、準々決勝へと進んでいきます。甲子園大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側愛知代表名門チューリップ組、三塁側宮城代表強豪止め、すでに三塁側一塁側カラフルな応援団も陣取っています。強いのは分かってる、頑張ってみよう。チューリップ組先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生小山、この後に控えているのは本田圭佑か、マウンド上ピッチャーは岡田、あー強いの結構あれか、プロ軍団か、うーん
結構難しいな。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。はい、初球から打ってった、やった、レフトバックホーム、これはいいバッティング。まあある程度松坂打たれるよね、これ中それはしょうがない。その分打てばいい。ってことマジその分打とう。アウト。10点取る。これでワンアウト。ランナーはありません。頑張れ。援護しろ援護しろ。足りない足りない足りない。全然足りない。チューリップ。大丈夫、ブライトがいる。いやうまいな。これで2アウト。完璧に捉えられたかと一瞬ちょっと思ったけど、でもブライトあるから大丈夫かな。打ち打ち、どうだ、打ってそのままベースに入って3アウト。打ちました、初球打ち1塁送球。結構強いな相手。これで2アウト、ランナーありません。割と怖いゲーム。チューリップ、これはセカンド正面、アウト。チューリップ組、怖いですね。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。はい、いいね、下に当たり、しゃり、デオがここにいる、ガツン。いやーマジで守備うまいなこのチーム、カッチカチ。これでも走らせてみるか。これはギャンブルのスタート。送球はどうだ、タッチ、失敗です。失敗、ここピッチャー変えますか。ここまで行く、ま、しました。当たり損ねのファーストゴロ、二塁フォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。いや試合壊したいけどね、ちょっと怖いね、マジで点差が怖いな。足打ち、ファースト強襲、打つ、今いいよいいよ、うまいね、うまいね。落ち着き方がいいわ、その落ち着き方好きだ。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。初球打ち、硬いね守備、やばいね。ちょっと待って、いいね、やるじゃん。ここで点取り、ここ欲しい、ここは点取りにくいね。ここはちゃんと点取りに行こう。ネオか、ネオはでも変えたくないな。ここはでもちょっと攻めていいな。ピンチヒッター、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。まあ、ガーバートに出しておきましょうか。で代打デラロサ行こう。で守備にドアラが入ればいい。代打はで、ごめんちょっと清水はでも出番ないから今回ね、ちょっと念のため残しておいていい。バッターはピンチヒッター、代打デラロサ、代打はデラ。さあ黄色い声援を背中に受けて、どんなバッティングを。ただの集中アルモーファー、打ちました。デラロサ追い込まれています。 OK ランナー2人を
浜田投手がね頑張ってますからね。第2球ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました。ボール、セカンド牽制球です。タッチはセーフ、二塁はセーフ。ストレートはボール、内角へ。第5球投げました。見送ってボール。第6球を投げました。おっつけて打った。投げ物を書きます。まあ難しいな。セーフ、一塁はセーフ。ダブルプレーなりません。本田圭佑、追加点のチャンスにバッターゲレール。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。第9球投げた。サードだ。初球を打ちました。打球は左中間に。いやー取れんか。これで3アウトチェンジ。いや結構思いのか点取れないな。割としんどいぞこれ展開的には。デラロサファースト入れて、あれだな、デラロサファースト入れて、ここにドアラ入れようか。ここで打順的に美味しいな。これや、はい、さあバッターは代打新井。割と怖いねこれ。初球を打った、飛びついた、今のトレンカ。アラヤナイスバッティングです。いいな。しっかりこれ2つ、ネオの肩だったら大丈夫。打順はトップに帰って高橋チューリップ組、ここは何としても抑えたい場面。ここでファースに出ようか。いや、ここでいいか。ここに紹介入れようか。うんぞ、しっかり油断するなよ。ボールを掴んだ。一塁送球。よしよしよし、結構怖かったけど。チューリップ組、これで松坂で勝ったのはでかいな。夏の甲子園大会準々決勝戦を勝利しまして、ベスト4が決まりました。これはでもでかいね。いや、エース温存で勝てたのは、温存というか、まあ温存じゃないけど、先発させずに勝てたのでかいね。いいね、これでも収穫大きいわ。勝つ次誰の？お、島村来た。お、いいね。あと2つ。いいか。いますかね。いや、ネオもね、でもこれ選抜、神宮選抜出ずにこれだからな。実際強いよね。えぐいと思うわ。これだって一回逃してるからね。一回というか、ま、普通にね、今年の選抜と神宮逃してるからね。強いよな、ネオ。走攻守完璧だもんね。走攻守で完璧、本当に。さすが。高松ブライトゲレード、まあゲレード。キャー、嫌な感じある。これちょっと嫌だな。5番の方が回るか。来ますか。
残る2つの椅子をめぐってベスト4の激突です。甲子園大会準決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側愛知代表名門チューリップ組、三塁側大分代表名門九重、万来の拍手に送られて守りに散っていきました。さあ注目の準決勝プレイボールです。強いな、まあ、強いんだけど、まあ、強いに決まってる。チューリップ組追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で森下、森下と512マウンド上ピッチャーは森下、しかも絶好調。まあ強いのは分かってるわけですよ。甲斐キャノンもいる、内川さんもいる、こまこま。貪欲にいこう。さあ究極の思考が今解き放たれようとしています。第9ランナー走った、初球スクイズ、さあボールを掴んだ、貪欲にいこう。チューリップ組1点ずつ、さらに1点追加、2対点取られるのもしょうがない。点取られるのはよく押してる。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生ゲレーロ、低め見送ってストライク、いきなり150キロ、1球目ストライクから打った、当たりがナイスタッチです。これいけ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 、止まるな止まる、戦うからしろ、止まるな止まるな止まるな、次狙え。ゲレーロいいバッティングを見せました。戦う顔してないな。チューリップ組追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生高松、第2球投げた、直球に送ってストライク、第3球を投げた、打ちました、三遊間のボール、これも、これは無理、これは無理、これレフトバックホーム、高松ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打、さあ思考を研ぎ澄ませていきます。第9投げた、見送ってストライク、初球ストライクから、ただのカーブ、ボール、第3球を投げた、ストライク、タイミング合いません、第4球を投げました、三振、チューリップ、まあ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 、コマコマは、チューリップ組、同点のピンチを迎えました、ワンアウトランナー2塁という場面で、バッターは3年生、チューリップ組、ここで伝令を送りました、監督のメッセージが。いやさあよ、空振り三振、バッターはピッチャー森下、森下投手も怖いですからね。二塁タッチはセーフ、ショートバウンドボールを取った高松、うまくさばいています。スリーアウトチェンジ、これはでもスタッフ、キャッチャー二塁送球、間に合う、盗塁成功、チューリップ、ここちょっと貪欲にいこうか、これは貪欲に、うまいうまい、いい先掴んだ、一塁送球アウトです、一塁アウト、ここはマジで持ち前の熱血が力を、いやごめん、ネオでもネオでもスクイズ、左スクイズ、サード取った、そういう計算できることしてくる、やっぱり一個ずつ、黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。ここはもう貪欲に貪欲に取ってくる、見たそのままベースを踏んでアウト、中初球から打ってた、もったいないな、いやでも相手ピッチャーいいですね、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、勝ちへの執念を植え付けないと1点取られたね、だからここでスクイズが効くんですよね。追いに行くな、しました、小林取った、サードから一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。いやーきついけどね、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか、ここでも使っちゃおう、これは内野ゴロ、一塁送球、頭が滑り込む、気迫を見せましたが、ここは
オッケー、デラロサナイス。さあチャンス取れ、ここで壊す、ここで壊そう、絶対壊そう。さあ試合構想、守備低いんだよな、なんとか隙つけないかな。無理か、まあまあまあ、いやー惜しい、悪くない、狙いが悪くなかった。ただただグスマンできる、惜しいな、紙一重だな全部。これで3アウト。8回の裏が終わりまして4対2、チューリップ組得点差はわずかに2点です。惜しいんだよな。投げました、ボール。投球これから2球目、打ちました。投球はこれから3球目、変化球ストライク、高め、キレのある変化球。第4球を投げました、あっと引っ掛けた、高松ストライクアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3年生小林、今日はホームランを打っています。マジで甲子園も全員勝たないと。投げました、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、まあまあ、すいません。レフトに送った。バッターは2年生三谷、今日はここまで3打数1安打1三振。第9投げました、ボール。第2球、ボール。投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。アウトコース低め。第5球投げた、インハイ見送ってストライク。第6球をカーブでいいよ、投げた、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、ゲレールバックしていった。ここは慎重にボールを取りました。さあいよいよあと1人、まあ、展開的にも浜田以外出す気ないから、チューリップ組、ここは何としても抑えたい場面。これはでも全員出そう、伝令残しながら浜田で行く。そうね、まあ、ドアラ入れればいいから。さあここは守備を、でこれでさあ締めてくれよ、頼むよ、しっかり。第9、ここの一発は許されない。投げた、初球ドロップ、空振り。1球目空振りから第2球投げました、アウトサイド直球はボール。第3球を投げました、ドロップ見送ってストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は浜田、次は4球目投げました。しっかりしっかり取れよ、しっかり取れよ、一塁へ送る、飛び込んだ、よあ、記録はヒット、記録はヒットです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。第9、ランナースタート、ボールを2塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。第2球決まった、ストライク、これで追い込みました。投球は3球目投げました、1球外した、ボール。次が4球目投げました、空振り三振、ナイスナイスナイス。最後はキレのある変化球、チューリップ組、いよいよ最後の夢舞台に向かいます。浜田見事な完投勝利です。夏の甲子園大会準決勝の勝利、よく投げ切った。よし決勝だ。グスマンマジ、いやもうだから下がりすぎなんだってチャンス。
本当にグスマン、そんな下がるほどでもないでしょこれ。せっかくのチャンス B なのにマジでもう最悪。さあ行きましょうか。これでもちょっと練習指示入れてシャッフルかける。1か、ダメか。1か。やばいね、アリエル守備クソ負けた出るじゃん。やば。アイローズも弾道とかにしちゃうか。弾道上がると思うんだよこの短期間。上がんないかな。おでも山本とかの球速もでも結構上がりましたね。ライドうん、松坂投手も変化球なんだかんだいいのか結構上がってましたね。ただまあ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 強くないですけどね。これでもどうしよう、総合使っちゃうかちょっともったいないけど。さあこれがこの世代ラストゲーム。決勝まで正直ちょっとあれかな、あまりにも甲子園1戦目とか地区とかで負けたらちょっとこれなんかまた改めてなんかリベンジするかもしれないわ。ちょっとデータ変えるかもしれないね。あまりにもちょっとあれだからね。考えるわ。あまりにも本当になんかどうしようもないところで負けてしまったら考えるけど、これでもどうしようかな。でもこれやっぱ勝ちたいからな。ここはアリエルでいこう。さあこれラスちょっと相手強いな、多分これ強いな。アリエルでいこうかな。アリエル3番でいこう。4番ネオでいこうか。ここは打力的に1番高松ブライトでアリエルでここででネオ行ってデラロサ5番。いやでいいか。グスマンでもチャンス下がってるからな。ちょっとこういやでもあれだな、アリエル入れてデラロサちょっとでもあれだな。デラロサに関してはタイロンツ入れてちょっとデラロサでも代打で残しておきたい。いきます、いざ。決勝戦の模様をお伝えしてまいります。一塁側愛知代表名門チューリップ組、三塁側和歌山代表名門和歌山、
優勝旗を手にするのはどちらのチームになるでしょうか。さあ決勝戦のプレイボールです。さあ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは3年生東海の井田天。東尾西口、さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9投げた、もったいない、これでバッター。いやー今のマジでもったいなすぎ、攻めとしてもったいないわ、ありえない、その攻めありえない。チューリップ組追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面、バッターは3年生東海の井田天マルティネス。第1打席はショートフライに倒れています。第2球投げた、高速インコース来てるな、引っ張ろう、これいける、打った、まあ進塁打になるでしょ。ボールを掴んだ、一塁送球アウトです、一塁はアウト、 OK OK OK、 グースマンいいよ、いいね、ネオグースマンでいいですね。さあいい形いい形。チューリップ組ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面でここバッターは3年生中浜、マウンド上は東海の精密機械浜。投球は3球目、投げた、スライダー目を振ってストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、ボール。次は5球目、打った、ショート、ネオの守備、ショートから1塁送球、いやタッチしてない、今タッチしてる、タッチしてる、チューリップ組タッチしてるって今。ピンチが続きます。第9投げました、決まってストライク、タッチしてるよ今。第2球投げました、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。投球はこれから3球目、打ち込み、ファール20、ゲレーロしっかり引き守備、よしよし、アウト、スリーアウト、チェンジ、ハマッ、怖い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 、ここはさっきと同じようなこと、追加点のチャンス、アリエルちょっとあまりチャンスに強くないから、一塁二塁という場面で、バッターは3年生東海の井田天マルティネス、バンド、まあ、いいよ、二塁ランナー三塁へ、これは貪欲に、でもネオか、ネオはでもちょっとここは引っ張っていく、ネオなら絶対打てる。第9初球を打ちました、左中間のフライ、ネオなら大丈夫、さすが、チューリップ組、さすがネオ、5対1、ネオタイムリー、 S だろうが関係ない、チューリップ組、なおいいね、これネオすごいわ。いやもう走攻守完璧、これでだって選抜行けてたらやばかった、オールエスだろうなマジで、もったいね、投げました、内角高め、ボール、神宮選抜行ってたら間違いなくオールエスだもんな、もったいないな、投げました、決まったストライク、投げました、打ちました、おっとっとっ と、これはこれも抜けるか、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、チューリップ組さらに1点追加、6対1、やるねワンアウトランナー二塁という場面でゲレーロ、今日はセンターフライとセカンドライト、これねここ引っ張り行きたいところなんだけど、ここ転がってね、リスの高い方を取って初球引っ張った、切れていきます、ファール、これねリスの高い方を取って打ちました、転がすいないね、第3球を投げた、打ちました、ファールボール、第4球を投げた、打った、お前二塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、ゲレーロナイスバッティングです、バッターは2年生、ここ行ってもいいよな、第9投げた、直球決まってストライク、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、投げた、この辺も空振り、これ少し意識しすぎたか、これはスクイズ2でもスクイズ、第3球をランナースタートを切った、スリーバントスクイズ、キャッチャー掴んだ、一塁へ送る、スクイズ成功、いいですね、貪欲に貪欲に1点ずつ1点ずつ、まだ足りない、ここを祭りを越えて、ここ大変、
まずマイクガーバー向く。ここはガーバー行って大西も行く。大西1年生も行く。バッターは代打森岡。ピンチヒッターはデラローサ。和歌山ここで引っ張りに警戒した守備位置で変更です。これけ。ました。打った流し打ち。いやーだめか。遅れてんな。第3球をこれけ。上げました。いよいよ。バッターを追い込まれました。第4球をこれけ。いやー振り振り振り。全部振り。インコースは振り。第5球。これもいってくれ。上げました。打ちました。いよいよ悪くない悪くない。狙うべい。あった送球それた。アウト。スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして。でこれでいいですか。はい。さあここもピンチは来るの分かってる。和歌山大展開で迎える6回です。浜風多いね。1塁2塁という場面でバッターは2年生森岡。スプリットはボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。打ちました。上当たり。ボールはレフトに飛んでいきました。取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。ちょっと本当にまだまだまだ相手打線のこと考えれば今日はこれも油断できない。3打数1安打。さあここはゲッツー体勢を取ります。第2球打った。いい当たりだ。ライトボールはライナーでライトへ掴みました。斉藤打球を確認して3塁へ向かう。切り抜けたいな。チューリップ組なおもピンチが続きます。第9投げた。よーし、あーダメか、抜けちゃうか。うーん、まあしゃない。中継岡山点差を5点に縮めました。頑張れ頑張れ。耐えろ耐えろ耐えろ。バッターは3年生中川。第9投げた。直球ストライク。いきなり153キロ。第2球投げた。ストライク。そうそう追い込み方いい。ここ丁寧に。ここまだボールいって。第3球を投げた。打ちました。うーん、なんか攻め方甘いんだな。交代。ゾーンに入る球は少なくていいな。スリーアウトチェンジ。まあでも OKOK いいよ。さあここもしぶとくしぶとくしぶとく。13塁という場面でバッターは2年生丸山。ボール5点差だからな。油断できないね。第2球ドロップはストライク。第3球スライダー空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。チューリップ北斗。次は4球目投げました。打ちました。よしよし。打球は左中間に上がっている。あ、これはいやよしじゃないで。意外と落ちるな。下がってんのか。怖いね。結構割とやっぱ打力高いですね。第9投げました。打ちました。普通に打ってくるねやっぱね。さあ次の投球見送ってストライク。無理やり投げさせてるピッチャーでやっぱり打ってくるんですよ。追い込んで投げました。打ったバーストの左。あっと弾いた。そして今拾い直した。オークケデラノサ一塁キャンバス踏んでアウト。スリーそこまで頑張れ。チューリップ組この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは東海のイラテンマルティネス。これでもやってみる価値あるか。第9投げました。あっとセーフティーバントだ。うん、まうん、ま、一塁送球、一塁セーフ。記録はヒット。今日初めてのヒットになりました。これネオの最終打席だから止まる。第9投げました。決まってストライク。やばいね。決勝の舞台でやっぱこの活躍がすごいな。さあ次の投球どうだ。伸びた伸びていった。センター下がった。惜しい惜しいな。マジでうわすげえ惜しい。いいバッティングを見せました。今日これで4打数の3安打。ノーアウトランナー2塁3塁となりました。グスマン今日は確認を挙げています。確実第2球投げた。初球のストライク。追い込まれたら見送りました。第2球投げた。ボール反応できてるかこれ。投球は3球目投げた。ボール投げた。4球目からタイミング合いません。第5球ランナー走った。スリーバントスクイズ。ボールを取る。一
塁へ送る。スクイズ。でこれでまだねワンアウト三塁。中立組1点入りました。今日は安藤を放っています。ここも追い込まれたら帰る。転がせる日追い込まれたら帰る。ストレートはもう。第2球投げた。打ちました。キレ。ボールを取って一塁送球。アウト。ゲレーロ。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト。ランナーは三塁変わりません。投げました。いきなりセーフティーバント。こっちの方が面白いと思う。掴んだ。ピッチャーから一塁送球。オーケーオーケー。中立組。いいね。そう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 。小山はこっちの方が確率が高い。バッターは3年生。デラノサ。お祭りも使っちゃってもいいねこれ。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。第9。これ多分転がせんでヒットになるもん。ああ無理か。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。7回までいい、ね、その時に応じた最も確率の高いことをやっていくっていう和歌山大展開で迎える8回いい、ね、ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生他多分そんなに大したことないと思うけど157さあいよいよちょっと浜田にこれは相手怖いんだけどこれちょっといきますかもう浜田お疲れ様ってことで148球でしょ行こうか1年生この舞台で行きますよさあ頑張ろう浜田降板ここでマウンドにさあ頑張ろう1年生さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか中立全力でいけ頼むぞマツタカもいるから投げました外れたボールバックの守備は固い中浜いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっていますさあお疲れさん一球一振りに甲子園球場が酔いしれていますピッチャー山本行きましょうか清水降板出ますかヤマオドも強くなってきたな第9投げた初球決まったストライク第2球投げたしっかりライターで取ったわけで全身ナイスナイスチューリップ組全国の頂点まであと1人あここで最後の総仕上げドアラ出してあげるかドアラ石岡はどうしようかな一回ドアラセカンド入れてで石岡も入れたいな石岡ファーストショートちょっとグスマンレフト入れてあ違うネオレフト入れてネオセンター入れてデラロサショート入れてファーストに石岡 OK ショートデラロサ山本降板チューリップ組ここは引っ張りに警戒しますで伝令残しながらさあラッキーボーイの本領を発揮することができるか頼むぞ第9投げたストレートはもう第2球見送ってボール球遅いな絶不調で第3球を投げたボール1年生に負けてるけど大丈夫か松坂第4球を投げた打って出ましたさあこれでゲームセット取りましたよかったセット優勝決めましたチューリップ組これまでの努力は報われた瞬間となりましたラインが一つの目標にがむしゃらに戦った決勝戦その思いが叶いました本当に素晴らしい戦いを見せてくれましたいやマジでよかったねこの世代マジでよかったわピッチャーあれだけ地獄と言いながらよく行きましたね
さあここから秋ですけど、いよいよネオ逆境丸、クソ強いな。この世代でピッチャーほんとひどかったな、マジで。まともなピッチャー、まあ、浜田頑張ってくれた、頑張ってくれたといえば頑張ってくれたけど、なんかあれだな、キャプテンも、キャプテンでもあれかな、ゲレールかな、ゲレールキャプテン。はい、育成はまあ打撃ですね。まあ力はあったけど10回に宣告すれば。あ、アラミヤさんありがとうございます。いやでも本当に良かったですよねこれね。ここまでは、ここまではいいんだけど、さあさ、次の世代となると。ありがとうございます。これね、でもね、次の世代ちょっとご覧くださいね。地獄ですね、エース不在。ちょっとあれだな、山本エースに置いてもいいかもしれないね、これだったら。だって1年生224で2年生274だよ。あ、違う、292よ。松坂エースになれるかな。なんか山本エースに置いてもいい気がする。そんなに変わらないもん。4番グスマ入れて、まあ5番ゲレーロ入れて、まあ、3番小山入れるか。あ、でも3番高松いいや。1番に森岡、結構守備うまいんだよね。1番大西入れようか。1番大西入れて、でタイロンウッズ6番で、ガーバー7番、森岡8番でいいよ。いい佐藤ちょっと出番ないな。石はどこっすか。ドミンゴとかいらないな。石もいらないか今現状。これやばいね、ちょっと全体的にも。なんでこれ、これ選抜いけるかな、大丈夫かな。やらざるを得ないんですけど、ちょっとこれ赤とこ踏みたくない、赤いマス踏みたくないな。あ、じゃあ落ちたな、落ち着く心理する。あと出会いでいいか、いけるか。あ、普通ですね、あんまり面白みがない。全国のテレビ局ね、これでなんかあれ聞いてほしいんだけどね、強くなる秘訣は何ですかって聞いてくれればいいんだけど。超スローボール、あ、はい、これネオくんでしょ、まずネオは、これネオくんでしょ絶対、これ絶対ネオでしょ。 U18 はネオくん、はい、あとはブライトとかアリエルか、デラロサくんか、いいね。ネオくん、日本代表にネオくん、 A マルティネツくん、デラロサくんが選ばれました。いいですね。まあこれ全員派遣、いやでもどうでしょうかな、ネオだけにするか。ネオだけにすれば MVP 率高いのかな。いやでもこれは全員行こうか、全員にしよう。グスマン見せた。いや、グスマンプロしよう。身長微妙だな。結構個性豊かだね、これね。アリエル・デラロサがいるわ、日本代表。ちなみに、日本代表の写真だけど。確かに日本代表だけど。まあでも今、あれだからね。こういうのはちょっと、あれですよ。今、国際色豊かだからね。これが当たり前なんですよ。だいぶちょっとね、まあいろいろありますよ。これが新時代ですよ。
これがニュー、ね、新時代です。うん、日本の心持ってますから。でもグスマン補給怖いちょ怖いな、改めて見ると。ちょっとぐらい開けるか。補給 F は怖いな。山本どうしようかな。ちょっとコントローラー受けようか、さすがに。いやーでも松坂か、さすがに松坂かな。一応松坂もでもコントロールやばいからな。誰もエースいない、みんなコントロールとかスタミナ E なんだけど。やば、地獄の地獄の世代なんだけど。お、あー優勝まであと一本に4番遊撃手大会出ない。あーアリエルが MVP か。おめでとうおめでとう。まあしゃないしゃない。あネオもね頑張ってくれました。まあそううまくいかないですね。じゃあ行きましょうか。いいか。ま、打って打って打ちまくるだけですね、この世代は。どうせピッチャーなんて期待しないですよ、最初から。期待するだけ無駄ですよ。頑張りましょう、打ちまくりましょう。いきます。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側トヨタ、三塁側チューリップ組、観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。いきます。ゴリ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 で先制のチャンスを。ゴリゴリの強打の準備に行きましょう。バッターは1年生ウッズ、スローガンはピッチャーに期待をするな。でいきましょう。さあ頑張れパイロン。ボールはレフトに飛んでいきました。取りました。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これ打ってくるけピッチャーに期待するな。抑えてくれなんて祈らないでくれ。打たれることは前提でいこう。引っ掛けた。アルモ行きました。中畑ボールを掴んだ。一塁へ送り、あっとこぼした。セカンドのエラーが記録されます。さあ持ち前の強心臓が力。痛烈な当たり。お、え、これ抜けるのか。センターバックして、チューリップ組1点入りました。これ抜けるのあれだな、あれだな。チューリップ組2点入りました。3対0じゃあ嫌がらせしてみるか。相手トラウマ植え付けてみるか。セーフティーバントだ。サード取って1塁送球、1塁はセーフ。こういうのはやっていこう。レフト前進ヒット。ナイス。チューリップ組さらに1点追加。4
こういうのはこういうのはマジ徹底したやつです。さあ究極の思考が解き放たれることになる。引っ張った。サードも一歩も動かないね。そのままホームへ向かった。チューリップ組さらに1点追加。グスマンタイムリー。今日初めてのヒット。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、ゲレール今日はセカンドのエラーとショートフライ。タッチセーフ。一塁タッチセーフ。ゲレールぐらいだったらスリーランぐらいで再び打てるでしょう。もったいないな。センター統一。グスマン二塁まで。まあ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 。打点がつかないからねこれね。チューリップ組この回の得点。その走塁が舐めすぎじゃない？さすがに。大丈夫。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。抜けた。チューリップ組さらに1点追加。大丈夫。わあもうボコボコじゃん。やば、山本も結構打てる。これちょっとお祭り使っちゃうかも。さあお祭り男の本領。山本バッティングいいのかな。変化球中立。さあこれ1点取ればこれ、これでもトラウマ植え付けてきたね。持ち前の熱血が力を発揮することに。セーフティーバントだ。キャッチャーボールを掴んだ。一塁アウト。いやいや、これはアウトです。ナイスナイス。バッター左セーフティーバント。ちょっと雑だなみんな。速球それた。記録はサードのエラー。サードのエラー。もうちょいいけると思うんだよな。さあお祭り男の本領を発揮する。バントしてきた。アルボー。ちょっとなんか打球強すぎるな。もうちょいなんとかできると思うんだよ。送球セーフ。一塁はセーフ。キル。二塁タッチセーフ。一塁当たりはライナー。ライト前クリーンヒット。ライトバックホーム。これはでも決まりですかね。この1回で打つ。いいバッティング。さあコールドへ。この回で決めよう。11点差。チューリップ組2点入りました。11対0。こうなってくるともういよいよどうしようもないでしょうね。バントしてきた。取った。ピッチャーから一塁送球。一塁セーフ。記録さすがにこれ止まんないもんね。だってね。リルダッシュしてエラーか。チューリップ組。いやーちょっとこれどうなんのどうなんのこれ。止まんないんだけど。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮。ボール球これだもありかな。サードから一塁送球。あわねか。チューリップ組さらに1点追加。インコース引っ張ったライナーだ。いやーまあまあ。いや強いですね。チューリップ組この回6点目。15対0。まあ甲子園優勝した直後ですからね、まあ、それは強いんだけど。これでピッチャー変えましょうか。山本。こんばんこんばんは。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。まあこれは普通に終わらすよ。打ちました。打つ。取った。清水取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。で、まあ、栗林もね一応出番あげる。多分ピッチャーはあんまり良くないんだよね。てかひどいんだよこの世代は。みんな全員野球だったね。高松ボールを取る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。打順栗林で天才チャットというのいたね。そういえば まあこんな感じで。チューリップ。でもちょっと松坂の出番ないかなこれじゃ。チューリッ
能力が低すぎるね、あまりにも。インコース低め。さあ、まあこれは圧勝でしたね。ちょっと一方的な感じでしたけど。まあいいんじゃないですかね。はい。という感じでございました。で、また次回じゃあちょっと多分あれかな、スカウト編に行けると思うんでね。主に、ね、スカウトとか含めてやっていきましょう。そろそろね、でもちょっと天才引きたいんですよね、天才ね。個人的に天才か、OB 選手引きたいなと思います。それで、まあ、星多い選手をね、作るのがやっぱ目標なんで。まあ、そろそろちょっとこの次の世代で引きたいですね。特にピッチャー、頑張っていきます。お疲れ様でした。高評価、高評価よろしくお願いします。まあでも優勝することができました。お疲れ様です。